はい、タイヤバームクーヘンです、ただいまですね、今オートパーラー塩屋さんで、天ぷらそばいただいてきました。今ですね、ちょっと、ハンバーガー自販機がですね、ちょっとなんか故障して、なんか今直してる最中だったので、ちょっと食べられなかったんで、ちょっと撮影もちょっとできない緊迫した状況だったので、まあ、とりあえずは、ちょっとそばだけいただいて帰ってきました。では今からですね、関福寺行きたいと思います。関東の三大寺と言われております。関東の三大寺は関福寺と、あ、すみません、西新井大師と川崎大師と関福寺って言われてる諸説ありますっていうふうに書いてありましたんで、関東の薬益三大師だと、今のあそこが入るらしいんですよ、佐野薬益大師が。私はちょっとはっきりしたことは分かんないので、三大師と呼ばれているところでございます。香取市ですね。行きましょう。ちょっとですね、下館駅のところでちょっと時間を使ってしまったので、まあ悪いことじゃないんですけどね、使っちゃったのでちょっと若干巻き気味で行かなきゃいけなくなっております。天気がなんか晴れてきちゃったな。晴れなくていいんだけどな、本当は曇りでよかったんだけど、ちょっとしっかり利根川水郷ラインを走っておりますね。利根川水郷ラインです。
っちから来てんだ。どっちから来るか分かんないな。
右方向です。Thank you.
斜め右です。まもなく目的地付近です。運転お疲れ様でした。